3分でわかるフィンランド第200歩兵連隊解説ハッチマールよ。第200歩兵連隊は44年に編成されたが、その特徴は何と言っても構成隊員のほとんどがエストニア人。同じような民族で相違ない文化を持っているといえども事情はそんなに単純ではない。ことは1918年のエストニア独立戦争まで遡る。当時帝政ロシアが爆発したのを機に独立したエストニアに対し、ボルシェビキどもは装甲列車などを引き連れこれを引き潰そうとした。彼女たち暴落なボリシェビキに対しエストニア軍はあまりにも弱小。エストニアは速攻で引き潰されるかと思いきや、ブリカスの援助やドイツ軍の残りカスであるバルト領土軍が協力。さらにはフィンランドなどの北欧諸国から組織された義勇兵が到着。義勇兵の果たした役割は大きく、冬の戦いでは、エストニア人を上回る数のフィンランド兵が参加し鉄道の奪還に一役買っている。こうしてドイツ軍がエストニア軍を攻撃する謎ムーブを挟みながらエストニアは無事独立を維持。時が変わり1939年、不幸にもフィンランドはスターリンにイチャモンをつけられ大軍を送り込まれてしまう。独立戦争時の恩返しとばかりに多数のエストニア人が義勇軍としてフィンランド軍に参加。義勇兵たちの活躍もありボリシェビキはすり減ったが、40年8月になんと自国でクーデターが起こりソ連に併合された。ソ連占領下ではエストニア人は散々な扱いを受けたが今度はちょびひげの愉快な仲間たちが到着。当初エストニア人はドイツを解放軍として受け入れ、ドイツの協力を得たフィンランドのエストニア人より構成された、エルナ遠距離偵察隊という何がなんだかわからん部隊を作ったりしたが、時間が経つにつれソ連よりはマシだが占領者であるのに変わらないと気づいた。挙句の果てに徴兵制まで敷き始めたため、これに反発した一部のエストニア人たちは冬戦争時にフィンランドへ渡った同胞のつてでフィンランドへ渡る。なおドイツはフィンランドへの渡航を許可してないためフィンランド政府は面倒な対応をさせられた模様。それはともかく約2000人のエストニア人を含む第200歩兵連隊が組織され、前線に投入されボリシェビキに対抗した。フィンランド第10歩兵師団の一部としてイプリ湾周辺で防衛に従事していたが欧州情勢は複雑回帰。1944年には継続戦争がフィンランドの単独講和に終わり、ドイツ軍はエストニアから撤退しようとした。母国の危機、さらにはドイツが義勇兵に対しフィンランドへと渡ったことに対する恩赦を行うと宣言したため、第200歩兵連隊解体後約9割の義勇兵が帰国した。しかし帰国後即座に前線に投入され、首都タリンを脅かすソ連軍への攻撃に動員されたが、成果を上げたものの攻勢は頓挫。この攻勢後のエストニア義勇兵の行方は明らかになっていないが、そのままドイツ軍に残ったかそのうち解説する森の兄弟たちに参加したと思われる。今回はここまで、終わり、閉廷。くっそ尺余った。